決まってますね。何ですかこの格好。傘。今日はなんかちょっと降りましたね。降りましたね、ついに。ここはどこですか？ここは那覇港振興埠頭。そう、この場所といえば那覇三大祭りの一つ、那覇ハーリーが4年ぶりに帰ってくる。那覇港振興埠頭を会場に5月3日から5日の3日間にわたって開催。3日が中学校、PTA 地域団体による競争。4日がハーリー体験乗船。最終日の5日にはウガンバーリー、ホンバーリーが行われ、フィナーレでは盛大に花火が打ち上げられます。そうか、しばらくできなかったね。ああ、目の前で見えるっていうね。へえ。そこで今回改めて那覇ハーリーの魅力に触れ、具志堅さんと一緒に4年ぶりの開催を盛り上げましょう。ここ場所はこれ近くですか？はい、ああ、じゃあ行ってみましょう。はい。へえ。こちらですか、那覇ハーリーって書いてますね。はい、具志堅さん。あ、おはようございます。おはようございます。ではよろしくお願いします。泊まりって書いてますね。そうです、泊まりです。はい、はい、いや、これどういう場所ですか？こちらですね、ハーリー会館といって、はい、このハーリー の写真とか歴史も分かるだけではなくて、はい、本番で使うハーリー の保管する場所でもあるんですね。すごいですね。いやー、もう私はハーリーにはうるさいよ。だって小学校の頃から石垣島のハーリーがもう、俺はもう開催の日はもう涙が出るぐらい嬉しくて。ですよね、石垣学校休みで。まあもうお祭りが好きで。実はですね、ここではハーリーの疑似体験もできるんですよ。疑似体験、はい、どんなもんですかね。さあ、では早速やってみましょう、ね。お願いしますよ。はい、はい、行きましょう。はいはい、かっこよくできましたね。かっこいいですね。綺麗ですね。はい、泊まりですね。そうです、黒は泊まり の衣装です。泊まり久米那覇と。でここで一応また、はい、ハーリーのちょっと歩みを少し紹介します、ね、歩みね、はいはい。でハーリーっていうのが一応、まあ、もともとは沖縄 に伝わったのが今から600年以上前というふうに。600年前なんだ。で、まあ、中国から伝わったと言われています。はい。で、あの琉球王国時代にはあの国家的な行事として、うん、競争が行われていました、うん。まあ、明治後ですね、琉球王国がなくなると一旦中断するんですよ、うん。中断するんですけども、うん、それぞれの地域でこのハーリー競争を独自でやり始めてくるんですね、うん。それからあの1975年 に、はい、に昭和50年に那覇ハーリーとして、まあ、今のような形で本格的に復活するのが、もうこの昭和50年ですね。はい、になりますね。はい、でこちらの方もいろいろ海だけのハーリーではなくて、やっぱり陸での私たちはあのジーバーリーというふうに地面の字を書いて、うん、ジーバーリーというんですけども、漕ぐ所作を、うん、動きをしながらこの歌を歌ったりとか、うん、実際に船の上でもウガンバーリーの時には歌を歌いますので、儀式もやった後に実際の本バーリーっていって競争に入るという流れ。はあ、それがあったんですか。はい、電車が通っている時期があるんですよ。でこれハーリー電車って言って、うん、で電車のものをこうハーリーの形にして、まあ、乗り組みも乗って余興の一つでジーバーリーでこの電車に乗せてやっています。はいはい、ハーリー電車っていうのがあるんだから、すごいかっこいいですね。このかっこいいですね。あ、すごい数だなこれ。実は42名乗ってます。はい、いろいろ役名がポジション役名がありまして、で前の方にこの金打ち2人いるんですよ。漕ぎ手がこれが16名、あの右舷左舷合わせて、はい、だから32名。歌を歌う人で、中抜いて空手をやる人が毎年、うんうん、あと旗振り、はい、あと重要なのはちょっと舵取りですね。2人で全部で42名。
見ると圧巻ですよ。本当にとても大きいですので。そのこれ現物はあるんですか。はい、現物はまた向こうの方に、あちらの方にありますので、次はどれ向こうに行きましょうね。これはでかいわ。まあ、本番に向けてみんなの化粧直しでいろいろ作業ちょっとしてますけどね。大きいわ。大きいですよ。幅が 14.5 メートル。那覇針の船は大きいわ。これなんですか。これは舵です。後ろで舵取りがやる、向こうの出てるところにこれをかけて、で実際に船をこう、もうイメージが全然違う。船をこう回すときに、ターンするときに、へえ、こんな形になるの。大きいですよ。頭があって尻尾がつくというですね。これ一人？あ、はい、ここ一人です。これ一人、向こう一人。で一人で、これが実際に本番ですから、エイクです。はい、どうぞ。これだね。これこの大きさだったらやっぱり20人40人？あ、40。漕ぎ手が3が10、32名です。ああ、それぐらいじゃないと。名ですね、うん。この大きさっていうのは那覇針だけでしょ？そうです。大きいのは。現物見たらこんな大きいの。これ上にここに立つのね。そうです、はい、中のあの旗振りとか、この衣装、そうです、この衣装の人が、はい、旗振りとか、旗を振ったり鳴らすとか。でもこの旗振りもこの ただ立つのは大変なんですよ。やっぱ船にこう動きで落ちないようにしないといけないっていうのがあってですね、波のあればまた途中でターンしますので、折り返すときにこう勢いで、飛ばないようにちゃんと足腰しっかり構えてやらないと。そのためにちょっとこう足をかけられるような、まあ、場所がありますけどね。え、黒です。こんにちは。こんにちは。今これ何をしてるんですか。え、色を塗ってるんです。色、これ形は何ですか。形は竜。竜のどこ。顔。あれ、僕よく知ってるじゃんかよ。なんで。息子ですから。あ、息子。そう、息子ですから。じゃあ、後継ぐんだ。はい。この小さい時からもう、じゃあもう見て覚えて。あ、もう小さい時からもうやっとけば、大きくなったらもう受け継げる。もう受け継げるじゃないですか。何年生？3です。で、次4です。小学4年生、うん、すごいな。これで、どれぐらい持ってます？これ作って、今これ太陽発生時代なんで、50年の。それからのずっと同じものなんですか、これ。50年持つ。はあ。これって丈夫な木なんだね。毎年ちゃんと手入れすれば。手入れする。50年、100年持つ。で、これ材質はどこの材質？ファイバーの。あ、これ木じゃ、木材じゃないんだね。グラスファイバーで、昔は船体が松とか、ま、ですよね、が使われてて。で、頭の方の尻尾、頭のと尻尾の部分はデイゴで作ってますね、昔は。そう、そんな重くはないの？ 2.5 トン。重いよな。重いです。下ろすときはもうクレーンで吊るしてでやりますね。あ、これ口でしょ？竜だよね。はい、手前の知り合いが。上が正義の息子です。ああ。なんなん。僕次男です。具志堅さんにおしめも書いてもらいました。正義さんの息子、次男ね。そうです。お母さんね、元気元気です。3年間一緒にいたんだもん。俺高校3年の時に。怖かったね、あなたのお父さんは。いや、学校から帰ったらずっと指導だもん、俺に空手、もう泣きそうぐらいに。すごいね、このお父さんは。で、一年中、空手着。最悪や。ズボン見たことないもん、俺。なあ、空手着の思い出でしょ。そうです、空手着。怖かったでしょ。夏は裸、冬は T シャツ。
これでずっとよ。皆さんどうですか、4年ぶりの開催ということで。盛り上げていきたいですね。やっぱり、うんですね、長いよね、4年ぶりということをね、毎年や楽しみにしとったあれがね、みんな気持ちで待ちかんてぃして、待ちかんてぃ自分たちも分かる勝つぞという気持ちで、みんなあの今から、ああ気持ちは分かるわ、だんだん上げてきますからね。いや、ぜひ頑張ってほしいですね、ね、盛り上げてほしいですね。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや感動したね。いやびっくりした。これ歴史があるんですよね、那覇よね。波竜船に乗って海を感じた具志堅さん、するとお腹も海を感じたくなったようで。海産物のなんか有名じゃないなかったっけ、これすぐ近くに泊まり町がありますね。でしょう、はい、もうすぐ近くなるんじゃないですか。せっかくだから行ってみましょう。はい、来ましたね、泊まり湯町。湯、魚のこと湯って言うんでしょ。湯違う、湯、魚のこと湯だよね。久しぶりの言葉だな、湯、大きい大きい湯だなとか言うよね、これ。うわすごい、あいいね、天ぷら、あイカ天ぷら、うわここで、あこれだこれ、あこれは煮付けしたのうまいわ。これ刺身で食べられるんだろう、多分これグルクンじゃないの、そうだろう。これグルクンのね、唐揚げは有名だけど、これだったら刺身おいしいはず。これはうまいよ、この新鮮なグルクンは。あーうわっ、おい見てこれ、キハダ、あーこれおいしいよ、これメバチ、うわあ、これカジキ、あカジキも美味しいんだよな。沖縄の寿司がすごい大きいわ、握りが、ネタが大きい大きい大きい、すっごい大きい。これマグロ、うわやっぱり本マグロ、あいいね。いやいやこれはやっぱり最高だね、本マグロもあるし、うわ、いやこれは ここは本マグロですね。そうですね。お昼ですかこれ。あ、お昼に食べようと思って。いいですね。本マグロ、沖縄の魚美味しいよね。美味しいですよね。はい、うん、これは中、大トロ、赤身、どっちなんですかね。一応3つ入ってる、全部。あ、3色の、うん、あ。いいですね、3色食べられるっていうことはね。うん、あはい、タコ。あ、島ダコか、これ。あ、これ美味しいんだよ、島ダコ。あ、イカスミ。俺好きなんだよ、このイカスミが。これいいんだよ、体に。俺沖縄来るたびにイカ汁を食べるの、イカ汁。あーこういうのも美味しいね、これ。うわ、何ここ何、うわ、伊勢エビだ、伊勢エビ。あーこれガサミ、あらすごいわ。うわこれ錦エビじゃないの、これ錦エビだよ、これ伊勢エビね。そうですね、これがさ、カノコ伊勢エビ。この頭の上に色ついてるの分かりますか、うん、あ色ついてる、うん、カノコ伊勢エビと言いますね、うん、これ沖縄産ね、沖縄産ね。これどっから、これ昔取れたよ、沖縄でも。これ沖縄だけます、ね、ニシキエビでしょ。そうなんです。これ食べられる、すごいね。食べれます。市場には身をお刺身とててさ、頭をお味噌汁しますので。これだけど、これすごい大きいよね。はい、これはもう普通じゃないね、もう値段は、うん、ね、この大きさは大体5万ぐらいするよね。5万ぐらいするんだよ。写真撮ってていいよ、持ってて。重たいですけど、いいです。お尿手、お手大丈夫？これ身入ってんの？挟まれる。これすごいわ。買い物してまたこの料理したらうまいだろうな。エビもあるし、イラブチャ、うわ。
あ、生牡蠣、いや大好きだよ俺。ホタテ、あ、夜光貝。うわぁ、大きいでしょ、白川カジキでね。カジキ、もう刺身すると美味しいですね。はい、はい、これは美味しいですよ。はい、結構マグロもあり、カジキもあり、はい、いろいろね、新鮮なのが並んでますけどね。これすごい今活気すごい戻ってるんですけど、どれぐらいお客さんが今、今日はね、たまたまあのセリがお休みなので、うん、閉まってるお店があるんですけどもね、はい、日曜日で、はい、結構回復してると思います。でどういうお客さん、大体の韓国とか中国とか台湾とか、ね、海外のお客様が結構入ってきてます、ツアーで。地元のお客さんもだいぶ前から復活してますね。来てますよ、はい、それ今日は観光客をやっぱり、今日はそうですね、観光客。あ、だいぶじゃあもう戻りましたね、はい、よかったよかった、はい、よかったよかったよかった、泊まり湯町を散策中の具志堅さん、最後に選んだお店は15種類のマグロ丼が味わえるこちらのマグロ屋本舗。はい、来ました。これ私が目の前にあるのが三色丼ね、マグロの。うわー、これすごいな。これ沖縄で獲れたマグロなんですよね。はい、地元産の。いただきます。いいねいいね、これね、贅沢だよこれ。うまいね、おいしい。マグロのね、あの赤身と、それから中落ち、それからネギトロの方が、これですね、ね、マグロも新鮮でいいんですけど、うん、お醤油も特製なんですよ、あの醤油今かけたこれ、はい、ね、はい、こちらですね。あのうちの社長がすごくマグロに合うお醤油をということでこだわりまして、うん、すごくあの吟味しまして、今この味にたどり着いてます。あ、はい、普通の醤油じゃなくて特別を、こちらの方で、はい、いろんな醤油の種類をブレンドして、優しい醤油だよね。そうですね、全然。うん、うまいね。真ん中のやつは、うん、中落ちですね。これが中落ちね。中落ちもあるでしょ、あの海苔で巻いてね。うん。うん、これも少々やっぱり油がちょっと乗ってあるのが美味しい、うん、やっぱうまいね。同じマグロでもね、この赤身の部分とそれから中落ちの部分、これね、はい、ネギトロの部分ね、油が入ったネギトロの部分もまた、この肉感の新鮮がいいね、新鮮で食べられるのいいね、うん、マグロ食べ尽くしだねこれね。この3つがあれば最高だね。うまい、これ本当に。ああ、なかなかここでしか食べれないんだね。すごいね、お客さん。いや、本当うまい。三崎アナウンサーと浦添市内でスイーツ巡り。すごい揺れてる、プリンプリンプリン。あー、うまい。うーん、あ、これもカリカリっていう、周りがパリパリしてます。